皆さんこんにちは、千秋です。今回はセブ島にあるシャングリラというホテルの中にあるエステを紹介したいと思います。ということで早速建物の中へ入っていきたいと思います。このような通路を通ってエステの建物の中に入っていきました。エステはホテル内のエステだったので、1万2000円くらいだったかな？割りかし高かったです。でも、エステはとても気持ちよくて、雰囲気もとても素敵で、癒しの時間でした。エステの後はホテル内のレストランでディナーをしました。愉快な音楽が流れながら、とてもたくさんの料理がありました。こちらはサラダコーナーかな。いろんなサラダがたくさん並んでおりました。そしてこちらはフルーツコーナーです。私はもう本当にセブ島のマンゴーが大好きすぎてめちゃくちゃ食べました。そしてフルーツ以外のケーキとかそういうデザートもめちゃくちゃたくさん種類があって迷いました。からの豚の丸焼き、そしてここのディナーはですね、ディナーしながらショーも見れるというね、とても素敵なレストランでした。ということで皆さんにお届けしたいと思います。そして皆さん、私がステージの上で踊ってるのがわかるでしょうか。最後にですね、見てるお客さんもステージに上がって踊ってくださいというタイムがあったので、私もちゃっかり踊りました。楽しい旅のひとときでした。最後まで見てくださってありがとうございました。ぜひチャンネル登録してね。